来年1月にカタールで開催されるアジアカップの注目選手は誰か韓国メディアはアジア各国の記者7人に注目するスターを訪ねた結果について報じている。画像、マナーすらない、韓国 MF、日本代表 DF が顔面流血の、ラフプレーお母国批判、国民が激怒、韓国のサッカーメディア、ベストイレブンが実施。日本、中国、イラン、マレーシア、インド、 カタールのメディア記者にアジア杯での注目選手を尋ねた結果、アンケートの回答内容とともに伝えた。韓国代表 FW ソン・フンミン、トッテナム、の名が上がる中で、日本の MF 三オ薫と MF 久保竹房にも大きな注目が集まった。中国記者はソン・フンミンと共に三苫を名指しして、多くのファンがブライトンで脅威のドリブルを繰り広げる三苫のプレーを見ている、とした。また、イランの記者は、 日本のミトマはブライトンで偉大な活躍を見せている。ミトマを指導するイタリア出身のロベルト・デゼルビ監督は新しい発想を持っている指導者。ミトマがプレミアリーグで見事な試合を展開できるようにサポートしている。大会を通じてミトマを見たい、とプレミアで飛躍を続けるミトマに期待を寄せた。さらに、ミトマだけではなく、日本にはスターが多い。 だからこそいい姿を見せられそうだ、と、チームとしての力も評価した。一方でアジアハイ組織委員会の広報で元 ESPN の記者は、一番首を長くして待っている選手はまさに胃ガン,ンと言及。その中でも、日本選手としては三苫と久保武房を挙げたい。その二人は胃ガン,ンのように驚くほど早い成長を遂げている。個人的には胃ガンイ三苫。 久保が今の孫憤民の後を継いで次世代アジアスーパースターになると思う、と予想していた。